てる。皆さんこんにちは。今回は海外で話題になっていたこちらの大気圏突入バグの紹介です。で、こちらのバグ少しめんどかった。やり方なんですが、まず動かない NPC の頭上にポケットワープを設置するところから始まります。通常だと頭上に置けないんで、いわ主人公なり使ってください。だいたい、頭が丸々入るくらいの位置が、理想かな。で、近くのワープへワープして、ポケットワープへワープします。で、このバグ成功の秘訣は、ワープの読み込み時間が、早いほど発生しやすいので、遠くへワープしたら、読み込み時間が長いために失敗しやすいです。ちょうど、動画のシーンでは失敗していますね。もう一度挑戦してみましょう。こんな感じで 100% 成功したわけではないので、うまくいかない方はワープを何度も繰り返してみてください。ということで成功。やり方を振り返ります。1NPC の頭上にポケットワープ設置。2そこへ近場のワープポイントからワープする。3このバグは必ず成功するわけではなく、読み込み速度依存なのでトライ&エラーを繰り返す。4空にフライアウェイ、以上です。今回はこれで終わり、ご視聴ありがとうございました。